大工。おはようございます。今日はクラブ大工来てます。 OGS 実は長距離分もありまして、メンバー一人なんです。頑張ります。頑張ります。小原くんが、まあ、箱根駅伝、はい、去年の箱根駅伝ですね。はい、出てますんで、ほんで5000で、まあ、ぶっちぎってもらって、全然その後すぐに800っていうかわいそうなタイムスケジュールなんで、はい、頑張っていただきます。5000と800頑張ります。あとうちらもね、あの短距離以外も全然出るんで、ちょっとポイント取れるかわかんないですけど、まあ、山さんはね投擲やってるけど、今回集中ということで1位目指してね頑張りたいと思います。じゃあ頑張って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。小出くん5000と800。5000と800。5000さすがでしたよ。そうですね、ちょっとね、はい、感動しました。本当ですか。ありがとうございます。どうでしたレース。レースもう完全に1位取りに行ったんで、うん、まあ本当想定通りだったんですけど。そうですよね。800やっぱきついっす。やりたくないっすもでも本来のいつもだってほら1000とか1500走ってる時って。あ、そうですね。結構800の通過いいっすよ。本当に今日2分10だったんですけど、うん、多分2分早い時は2分4とか。そうだよね、はい、そのぐらいですよね。だったんでもう激チンですけどいやでもこのね気候だからみんな
タイムをつけると思う。あ、そうですね。じゃあ、もうね、行くと思いましたもん。あ、本当ですか。見てても。ありがとうございます。優勝しましたんでね。こちらこそありがとうございます。まだこの後ありますもんね。この後ね、私今やり終わったんですけど、はい、無事再開です。無事再開です。やり投げたら勝てなったんですよ。あ、確かに投げたことないですね、投げ方すら分かんないです。ちょっとね、申し訳ない感じだったんですけど、まあ、今度あの、私もうオフになるんで、ガンガン走れるんで、はい、やりましょう。800リベンジで。あ、確かに。600リベンジでも。600勝負やりますか。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。